はい、今ですね、ですね、ここの、国道403号を小国方面に向かって走ってたら、このね、でかい木が目に入って、ちょっとね、寄ってみました。でかいですよね。ここね、神社があるんですよね。ほんとでかいですね、これすごいっすよ。ちょっと周りはね、こんな感じになってますね。はい、ここがね、なんか駐車場になってるみたいですね。それで、ここにあの大きな木、大ケヤキの案内看板がありますね。はい、推定樹齢が書いてあるんですけども、なんかいろいろ直されてて、どれが正解かわかんないんですけども、1210年ですかね。いや、すごいっすね。それにしても。それではね、この大ケヤキの方に行ってみたいと思います。いや、でかいですね。すごい。県指定の天然記念物ですね。いや、綺麗にね、整備されてますね。ここなんかいっぱい並んでますね。ちょっとね、上の方にはね、休めるところがありますね。いやー、すごいなー、でも。はい、ではね、お参りしていきましょうかね。すごいですね。はい、狛犬さんですね。はい、すごいっすね。根ですよね。いやー、ほんとすごいですね。はい、では戻りましょうかね。
はい、ってことでね、気になる大きな木を見てみたでした。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ヨッシーでした。